こんにちは、こんばんは、たけちゃんです。今日も動画をご覧くださいましてどうもありがとうございます。はい、今日何話そうかななんて思ったんですがね、またね、斉藤ひとりさん の音声動画を聞きまして、それでね、すごくいい話だったので、まあちょっとね、シェアしようかなって思っております。それでね、その話っていうのはね、まあ三部構成っていうか三つのね、話が一つになって、それでその三つがね、揃うとすごくね、成功が加速するとか、幸せが、まあ、すごくね加速するとか、運がよくすごく良くなるっていう、そんなね話なんですが、ちょっとね一つ目と二つ目の話のねつながりがちょっとね、まあ、違う話なのかななんて、そんなねこともね感じるんですが、まあね、またそのね動画の URL は概要欄のところに、僕が見たね動画の URL は概要欄に貼っとくんで、それをね、まあ、見てもらえればすごくね分かりやすいかななんて思うんですが、まあ、ここからね自分がアウトプットっていう形でね、まあ、斉藤ひとりさんの話をインプットして、それをねアウトプットっていう形で、まあ、話すので、ちょっとね分かりづらかったりしたら本当申し訳ないんですが、その斉藤ひとりさんのね動画見てもらった方がね分かりやすいかもしれないんですが、ちょっとねこの後ももし聞いてもらえたら嬉しいです。はい、それね、一つ目の話っていうのはね、まあ感謝の行っていうことで、まあ行っていうのはね修行の行なんですが、まあそれはねどういうことかっていうと、まあ、日常生活でね、まあ普通にね親切に、人に親切にすればいいっていう、そんなね話です。まあおばあさんとかが重たい荷物をね持っていたら、持ってあげようとかね、そういった風なね気持ちでいることなんですが、斉藤ひとりさんはね、そんなおばあさん最近ここ5年ぐらいね見たこともないみたいな、そんなことをね言ってたんですが、そういう気持ちがあれば、誰かがね困ってる、例えば同僚が、まあ、困ってたらね、あ、それ自分ができるからやってやるよとかね、そういう風にね、まあ、親切にできるっていうことです。まあね、隠居しちゃってるような人はね、そうやって、まあ、親切にして やればいいんですけど、まあ、仕事にね出てる人っていうのはなかなかね、そうもいかない時がありますんで、そういう時はねどういう気持ちで働けばいいかって言ったらね、本当にね奉仕の気持ち、まあ、笑顔でね全力で働いてやるっていう、そういったね気持ちでいるとね、どん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 ね、まあ、こう周りに、まあ、この人がねここにこの会社にいてくれてよかったとか、そういうふうにね思ってもらえて、そういうふうにね思ってもらえるっていうとね、自分がねすごくね幸せなことになって、それでそういったね生き方っていうのがね本当の、まあ、成功っていうことになります。まあね、それでねさらに、まあ、ここからね2つ目の話なんですが、そのね成功を、まあ、さらにね加速をつけるにはどうすればいいかって言ったら、まあ、人相をね良くするっていうことです。まあね、人相が悪い人っていうのはね、どういう顔をしてるかって言ったらね、眉間にこうシワが寄ってたりとかね、口角がこう下がってる、への字になって下がってしまってる、まあ自分がね、まあ、50年近くねこう眉間にシワ寄せて口角も下がってたんで、このね口角っていうのはこう自分への字になっちゃってて、ちょっとねTikTok ちょっと前にねやってたことがあったんですけど、まあ誰かがね図星でこう口角がすごくね下がってるんで、この人はねすごく苦労してたとみたいな、そんなことをね書かれたこともあるんですが、まあね自分は今こう口角を上げる練習をしてるんですが、まあねそういう風にね、まあ眉間にねシワを寄せたり口角をね下げない、まあ上げるとね人相が良くなるっていうことです。なんかね眉間っていうのはね第三の目があるそうで、まあ縦にねこう目があるのかな、縦長にこう、そうするとねこう眉間にこうやるとね、その目がね閉じてしまって、そしてそうするとね心の目もね閉じてしまうっていうことなんで、まあ何も見えなくなってしまう、まあ周りが見えなくなってしまうっていうことなんで、まあできるだけねこう人相を良くするためには眉間をのところをね開いて、あと口角をこうって上げる、まあ自分スマイルアスリートってやってて、まあ、昔に比べたら笑顔がねまあできるようになってるかななんてね、そんな風には思ってるんですが、まあそれでね人相が良くなるとどうなってくるかっていうとね、頼まれ事が多くなってくるそうです。頼まれ事が多くなるとね、まあほんのね、まあ些細なねことだったりとか、
です。だそうなんですが、まあどん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 ね頼まれ事が多くなると、それがね自分のね経験になっていって、いろんなことをね覚えていくと思うんですよね。それでそのね覚えたことっていう中でね得意分野がね出てきまして、まあねそういったね得意分野をねどんどんすることによって、まあそれがね自分の、まあ、仕事になったりとか、そしてねまあそうやってねいろんなことをねテキパキやってやることで、まあ、信頼とかそういったのが出てね、まあ、もし独立した時には、まあ、そういったね人たちがみんな、まあ、仕事をね受注してくれたりとか、そういったこともね出てくると思うんで、まあ、人相がね良くなるとね、まあ、そうやって頼まれ事が多くなって自分のねこうスキルが上がっていくっていうことですかね。そうするとね、まあ、どん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 運勢もね良くなるっていうことです。それでね、まあ、ここからね3つ目の話になるんですが、そうやってね人相がね良くなるとね運勢もねどん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 、まあ、良くなって、それで良くなるそうです。それでそのね明るいこう笑顔とかそういったのでね、まあ、運勢っていうのは、運っていうのはね運ぶっていうので、運勢のせいは勢いっていう字ですよね。なのでね明るいそういったね、まあ、人相でね、まあ、勢いをつけてね何かをやるっていうことがねすごくね重要だそうです。まあ暗い顔してね勢いつけるとねどこ行っちゃうかわからないみたいなね、そんなことを言ってたんですが、明るい人相で、まあ、勢いをつけるとね本当にねどん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 運勢が良くなっていくそうです。なんかねあのポスティングとかの、まあ、仕事とか、まあ、チラシ配りとかでもねこうダラダラ同じ300枚配るにしてもダラダラね配ってはいはいみたいな感じで配るのと、はいはいみたいな感じで勢いよくね配る、そうするとね不思議とね、まあそのねチラシを見た人がね帰ってくるっていうか、なんていうんですかね、まあ、そのチラシを見て申し込んでくるとかなんかあるんですかね、ちょっとその辺はね詳しく分かんないんですけど、全然ねその数字っていうものもね全然変わってくるそうなんで、やっぱね勢いをつけてやるといいっていうことです。それでねこの話3つあるんですけど、斉藤ひとりさんはねこの3つを合わせるとバンバンバンって言ってすごくね、まあ、幸せっていうか運がね良くなってどんどんどんすごくね良くなるっていう、そのバンバンバンってなんかすごい勢いのあるね言い方で終わってたんですが、本当にねなんかねすごい、まあ、斉藤ひとりさんがねそういうバンバンバンっていうのがねすごくいいなーなんて思った、そんなね最後でしたんで、まあまたね要約すると、まあ親切にしてる、まあするっていうことと、まあ働いてる人はね奉仕のつもりで、まあ、一生懸命働く、まあ奉仕のねで働いてもね給料はねもらえるんで、まあ、奉仕するっていうそんなねつもりで一生懸命働くっていうことです。それでね人相を良くすると、まあ、頼まれ事が多くなってきて、それで頼まれ事が多くなると自分のスキルが上がって、それでどん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 運勢も良くなっていく、それで運勢が良くなってきたら、まあ、人相いい顔で運勢をいると、まあ、どんどんね勢いもついてきて、それで自分もね勢いをつけながら何かをやるとどんどん幸せになるっていう、そんなね3つがつながってるようなそんな話でした。はい、ちょっとねまあ自分のねアウトプットってことでうまく説明できてないかもしれないんですが、まあ、概要欄にそのね僕が見た動画をね URL を貼っとくんで、そちらをねもし見てもらえばもっとね分かりやすいかななんて思うんですが、まあ、ここまでね見てもらった方本当にどうもありがとうございます。では今日も最後まで動画をご覧くださいましてどうもありがとうございます。たけちゃんでした。ついてるついてるついてる、ありがとうございます。